安城でやってる本店の場所っていうのは、はい、中学生の頃からこの場所でやったら、この場所で何かビジネスをやったら成功するだろうなと目をつけてたんですよ、ね、ちなみにその当時は何やってたんですか。そこ田んぼでした。田んぼを見て立体的に自分のそのビジネスがそこにイメージできてたんですか、はい、中学の時に。そうです。やばっ。さあ、成功者のヘキサゴン、今回もやってまいりました。それでは早速今回の成功者ゲストをお呼びしたいと思います。今回の成功者は安城市をはじめ様々なエリアに出店している超人気店、世界一食パンが売れているパンの虎代表取締役社長、加藤敦樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤です。よっ。お願いします。世界一パンを売る男、ありがとうございます。ということで、もう東海エリアでもテレビでもね、あの取材がもう殺到しているパンの虎を生んだ加藤さんにちょっといろいろと伺っていこうと思うんですけども、じゃあ早速、はい、成功者のヘキサゴンパラメーターをですね、ご用意いただいたんで、そちらをあの見ていただきながら話を進めていきたいと思います。はい、説明しよう。成功者のヘキサゴンとは、人脈、行動力、財力、アイデア、運、そして残り一枠は自分だけの成功要素を記入。自ら6段階で評価しパラメーター化したものである。今回こんな感じになってます。はい、ということで極端に出てるものと出てないものがはっきりしますね。そうですね、はい、極端だと思います。じゃあその中からやっぱりこのパンの虎というね、こう食パンがああいった形でフォーカスされて、もう今ではいろんな店舗がこう食パン屋さんやられてるじゃないですか、はい、それのも先駆けっていうところ考えると、アイディア6から攻めていきたいなと思うんですけど。確かにそうですね、あの食パンにフォーカスしたところも確かにおっしゃるようにアイディアだと思います、うん、はいはい、これはなぜそこにフォーカスしたかというと、うん、やっぱりパンの元、パンの元みたいなところなのかなと思ったんです。っていうのがご飯食からこうパン食に移り変わっていくちょうど過渡期だったんですよ。今ではパン食の方が多いらしいんですけども、もう今日本人 その朝食とかってことですか、はい、食事の割合が6対4とかでパンの方が多いらしいです。それは朝食、昼食、夕食関係なくってことですか。食事でってことですか。食事でですね。もうそんな風に上回ってるんですか。上回ったみたいです。へー、なるほど。それのデータをその時にもう持ってらっしゃったと。いや、実はそこは持ってなくて、ここは、アイディアと後から正解だったのかなと思うので運でしたね。そこは後付け的な感じでですか、はい、時代がこううまく乗っかってきたみたいな。そうですね。あ、じゃあそれよりも先に食パン屋さんというか食パン専門の、そうですね、あの食パンに妙にフォーカスした、うん、パンの虎というお店を作りました。なるほど、はい、じゃあちょっとねその過去も含めて先に聞いていきたいと思うんですけど、はい、加藤さんは生まれはどちらなんですか。生まれは安城市です。あ、じゃあもう本当に店舗があられる。そうです、もう本当に店舗から、歩いていけるぐらいの距離で生まれ育ちました。あ、そうなんですね、はい、もう本当じゃあ地元に、すごい地元です、根ざしてずっと育って、はい、ここまで来られたと。そうです。じゃあ外に出たことはないんですか。は、高校が名城大学附属高校というところで、はい、名古屋だったのと、うん、あとは大学が福祉大学、日本福祉大学で知多だったのと、でそこから、いろいろあって、うん、オーストラリアにワーホリに行くんですよ。おお、その大学卒業した後でも。そうです。ワーホリはどれぐらい行ってたんですか。ワーホリ1年です。あ、1年間、はい、でその目的が僕はワーホリでなんかあの旅行しようとかじゃなくて、はい、アメリカの大学に入るためにオーストラリアで勉強したんですよ。あ、語学勉強。そうです、はい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 、はい、でそのみんなが旅行に行ってる最中、僕は本当に部屋に閉じこもって英語の勉強して、うん、でワシントン大学ってところの、受験をシドニーで受けて、うん、で合格したんですよ。お、すごい。で日本に帰ってきてその、ビザとか、うん、いろんな準備をしていた時に、うん、自分の進むべき道はアメリカじゃないんだって気づいて。え、ちょっと待ってください。そうなんですよ、僕変わってるんですよ。そこがなんかあの育った環境がちょっと特殊だったんですよ。ていうのが僕の父親が、ミスタードーナツとか、うん、モスバーガーのフランチャイズをやってる人なんですね、うん、なので小さい頃からその、何か自分でやるんだろうなと漠然と思ってたんですね。あ、お父さん自営でやられてるから、はい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 、その背中を見て育ってきてたので、
そのアメリカに行くかビジネスをやるかみたいな選択を僕はその日本に帰ってビザの準備をしてる時にふと気づいてしまったんです。すごく自由な家で、うん、正解も教えないし、うん、否定ばっかされる家だったというのか、正解も教えられなくて、まあ、そこまではいいと思ったんです今、ええ、正解を教えないっていうね、はい、でも否定ばっかされるっていうと結構なんですよ、結構自分的にも否定的になっちゃいますよね。そうですね、はい、なんで今でもやっぱりそのしこりみたいなものは根底にあるんですよ、はい、だから、あのヘキサゴンでいうオリジナルパラメーターマイナス思考が6なんですよ。いや、こんなあのパラメーターの項目出してきたの初めてです。本当ですか。大体みんなポジティブに捉えれるような項目だったんで。でもこれは僕の、みんなに勝てる最大の武器だと思ってるんですよ、マイナス思考が。うわ、もうマイナスがプラスに転じてるんですね、はい、それはそのしこりというか親御さんから受けてきた、はい、認めてもらえないというものが、まあ、本当にバネになってるんですよね。じゃあ人が人だったら潰れてる可能性もありますよね。そうです、僕も一回潰れたんですけど。あ、潰れたんですか。そこからちゃんとバネを修理して、うん、ビヨンってなるように改造しました。やっぱりその自分が飲食の何かその飲食に携わるんだなっていうのをそこで日本に帰ってきて気づいたんです、うん、でそこで本当短期間だったんですけど、3ヶ月ぐらいの間に今日本で一番伸びしろがあるところはどこなんだろうって自分なりに調べて、はあ、それが九州にある会社だったんですよ、はあ、でそこは自然食、うん、今でいうオーガニックの、バイキングのお店だったんです。今持ってる全てのことはそこで僕は学べたと思ってるんですけど、はあ、反面非常に厳しい会社だったんですよ。あ、修行しに行ったってことですか。そうです。行動力半端ないですね。6ですね。はい、だからもう本当にスーツケース持って、うん、働かしてくださいっていう状況だったんですよ。いや、もう逆に言うと戻るつもりなくてこう来ちゃいましたっていう感じで行っちゃったってことですよね。そういうことです。別にアポも事前に取ってたわけじゃないってことですか。じゃないですね。はい、飛び込み。ほぼ飛び込みです。飛び込みでガラガラガラ、すいません雇ってくださいって言ったんですか。そうです。で、そのレストランで働けると思ってたんですけど、うん、僕が配属されたのは結婚式場で、同じ敷地内に結婚式場とか旅館が併設されてたんですよ。で、結婚式場はだいたい朝の9時とか8時から準備が始まって、夕方まあだいたい仕事終わるんですよ、うん、レストランは、まあ、夜の営業もあるじゃないですか、はい、で12時ぐらいに仕事があるんですよ。旅館はお客さん寝てる時も仕事あるじゃないですか、うん、ここを3つをくるくる回らされるんですよ。あ、24時間フル回転なんだうわ、まあ、会社としては循環してていいですけど、働く身としてはかなりハードワークですよね。そうです。なのでそこは本当に肉体的にも辛かったんですけど、うん、非常に分かりやすいのが、うん、僕がそこの会社に行って一番初めやってたのが料理長の靴下を履かせる仕事だったんですよ。ちょっと待ってもらって、ちょっと待ってくださいよ、信長と秀吉じゃないですか。ちょっとそうなんですよ。でその社長さんが来ると、はい、まあ、みんなタバコ吸ってる人たちだったんですけど、うん、手で握りつぶすような会社だったんですよ。じゃあもうお前ら何吸ってんだって、みたいな、まあそんな感じで、匂いが嫌いだから、うん、なので先輩の影を踏まないっていうのは僕はそこで覚えたんですよ。ごめんなさい、それ大正の時代の話ですか。そうですよね。それが年齢的に言うと何歳だったんですか。それ23、4とかそれぐらいです。あ、じゃあ本当に大学出て1年ワーホリ行ってそのまま、スーツケース持ってそこに行ったっていう、そういう順番ってことですね。そういうことです。あ、なるほどなるほど、はい、でそこから何年いたんですか。そこも1年です。1年、はい、1年もっと言おうと思ったんですけど、はい、1年で耐えられなくなったんですよ。そんな聞くだけでもよく1年逆に耐えたなっていう感じですね。辛かったですね、うん、でもそれいい経験になったってことですか。なったと思います。一言で言うと先輩の影を踏まないなんですけど、うん、僕は違う形で先輩の影 の踏まない歩き方を、自分のスタッフに伝えていこうと今も努力をしているところです。労働環境だとか先輩からの言葉とか、うん、まあ、教育を持って体感したんですよね、はいはい、教えられたわけじゃなくて体感したんですよ、うん、それを、うんうん、
それを、殴る蹴るじゃなくて、僕はあのこういう意味が一つ一つあるんだよっていうのを、スタッフに、自分に関わる人には伝えていきたいなと、うん、スタッフですね。ああ、はい、へえ、なんかちょっとパンの虎のイメージというか。ああ、確かにね、そこ全然違いますね。違いますね、はい、なんかもっとなんかこうポップで今時みたいな感じですけど、そういったこう古き良きものっていうのはちゃんと取り入れて。そうです、取り入れたいです。会社としてはやられてるんですか。はい、はあ、今おいくつになってるんですか。今ついこの間41になりました。あれ、はい、同い年です僕。本当ですか。80年生まれ。80年生まれ。それはそれは、いやもう激しい人生歩んでますね。いや激しかったです。そうなんですよ。でも陽介さんは結構、はい、貫禄があるじゃないですか。それはあのガタイの話ですか。これいやその顔なのかオーラなのかで僕は、はい、あのやっぱ童顔に見られるんですよ。あ、幼く、はい、確かにちょっと年下かなっていう、そうですよね、なんかイメージもありつつ、でもやってることは年上かなとか思ったりとか。そうなんで、僕今でもアルバイトに間違えられたりもしますし。吉さんそれは失礼だな。そうアルバイト、あの新しい顔を知らない子とかだと、はいはい、ウィスって言われたり。部下というかもう本当のアルバイトの子が代表社長に対してウィスです。だから僕もウィスって返すんだ。そこはコラって言わ、ちょっと待ってって言わないんだ。そこでこういくと、うん、あの伝えたいことはちゃんと僕は伝わらないと思うんですね。はいはいはい、そこでウィスって返した方が後から、あの人社長だったんだっていうゾワゾワの方が僕はあの真に届くと思うんですね。なるほど。あ、そういうマインドを持ってちゃんとウィスって返してるんだ、はい、そうです。でも影を踏まないっていうところから言ったらね、ウィスっていうのもすごいことですけど。そう、そこの僕が修行してたところだったら多分パンパンに腫れちゃってる、ね、いろんなところがね。え、でその20、まあ、修行してきて帰ってこられて、はい、まだまだ20代じゃないですか、その時は何したんですか。そう、その時は話が戻っちゃうんですけど、うん、今パンの虎をやって安城でやってる本店の場所っていうのは、はい、中学生の頃からこの場所でやったら、この場所で何かビジネスをやったら成功するだろうなと目をつけてたんですよ。じゃあもうその場所ありき。そう、絶対にそこっていうのは外せなかったんですよね。ちなみにその当時は何やってたんですか。そこ、そこ田んぼでした。あ、田んぼを見て立体的に自分のそのビジネスがそこにイメージできてたんですか、はい、中学の時に。そうです。やばっ。でもそれはやっぱりそのクレイジーな父親のおかげで。はいはいはい。あの父親の仕事についていく時っていうのは、基本車で店を回ってるんですけど、うんうんうん、でなんか気づいたことあれば、社員さんに何か伝えるとか。だけど決して仲のいい関係ではなかったので、うん、隣にいても終始あの無言なんですよね。あ、黙ってるんだ、うん、ただよく言ってたのが、この交差点の角とこの交差点の角どっちがいいと思うみたいな、そういうミニクイズが出てくるんですよ。ミニクイズ、それもビジネス向けの、はい、教育としてではなくて、多分自分に質問してたんですよね、はい、それ。ただポッて出てた言葉が僕にはいいミニクイズになってたんですよ。じゃあいつの間にかそれが刷り込まれて、そういう目線を持つ子に育ってたってことですか。はい、大事だな子供の時って。で実際にその地元に戻ってこられて、はい、その当時も何もなかったんですか。田んぼだったんですか。そう、何もなかったです。でよくその田んぼの世話をしてる方がいらっしゃって、うん、いつかあの人と僕は話すんだろうなって思ってたんですよ。よく皆さんその店の出店する候補の土地を探すときって、不動産にどっかいいとこないって聞くんですけど、うん、まあ大体は僕はここもう40歳ぐらいになるまで不動産屋さんに頼ったことなかったんですよ、うん、なので法務局っていうところに行って土地の所有者を調べて住所を調べてピンポンって押しに行くんですよ。それ不動産屋がやることですよね。そうです、そうです。それを本来ならあの地でやってたんですけど、はい、それ業界用語で地当たりっていうらしいです。あ、ちゃんとそういうことがあるんだ、はい、不動産屋さんにしたら一坪の家賃が100円違ったところで、そんな痛くないんですけど、うん、100円かける1000坪だった場合、うん、結構大きいじゃないですか。いや、まあ、10万円なんですよ、それ、うん、確かに。それを払うのはやっぱ僕だったり、もっと言うとお客さんも払うんですよね、それを。まあ借り主からの、まあその消費者たちってことになりますよね、うん、パンの値段が10万円割る何個か分の
それが乗っかっちゃうので、うん、絶対に安い方がいいですよ、うんうんうん、それはやっぱり自分の熱意で、うん、いかにそのお値打ちに貸してもらえるかとか、うん、それをこいつに貸してもいいって思ってもらえなかったら負けなんですよね。すごい、もうずっと行動力6ですね。そう、行動力はあると思います。なので、うん、これ変なんですけど、うん、大御所の人、もう大御所で誰もあんま話しかけなさそうな人とか、はい、全然僕怖くないんですよ。だけど、うん、反面、うん、これここで言っていいのか分かんないですけど、アルバイトさんとか実は苦手なんですよ。あ、そうなんだ。アルバイトさんって、目的が働くことにないじゃないですか、うん、働くことが目的じゃないですよね。 いらっしゃることがご本人からしたら労働環境を良くしてほしいとかで伝えてくれてるんですけど、うん、少なからずちょっと傷つく言い方をされる時があるんですよね。それが僕は怖いんですよ。やっぱその価値観が違うことによって、多分価値観ですね、きっと。ああ、価値観なんだ、はい、じゃあ別にアルバイトさんだけに限らず価値観がちょっとずれてる人からの言葉っていうのが殺傷能力高く、そう、そういうことです。でもそれもビジネスに僕は自分なりに生かしていて、うん、例えば僕のパンの虎ってお店はレジのシステムが画像認識なんですよ。パンのトレをレジに置くとピッて、合計いくらってなるんですよ。でお金も自動投入なんですよ。うわ、無人ほぼそのに近い、そうそう近いんです、はあ、それはお客さんと店員さんの距離感をあえて保つっていうのが目的なんですよ。別に人件費を削減しようとか、うん、まあ副産物で衛生面で考慮してるとかあるんですけど、うん、本当は僕が一番嫌なのは、皆さんも経験あるかもしれないですけど、コンビニに行って、うん、例えば12番のタバコ1つと、うん、ファミチキ1つとか言うとタバコの年齢確認ボタン、うん、年齢確認、はいはいはい、押す準備をしてるんだけど年齢確認ボタンを押してください、でスイカで払いますねとか言うと、それにかぶせるように T ポイントカードをお持ちですか、袋はお持ちですかとか、うんうん、おしぼりご入り用ですかとか、うん、いろんな質問がこうかぶさってくるんですよね。まあ向こうのタイミングとこちらのタイミングがずれるってことですね。そういうことです、はいはい、これは僕はできるだけなくした方がお互いに気持ちいいなと思うんですよ。あ、ストレスに感じるというところの、そういうことです、解消法がそれってことですか、はい、そういうことです。帰ってる際でレシートいらないんですかって言われるじゃないですか、はいはいはい、あれも僕はいらないんですよ。いるかいらないかの判断をお客さんに任したいんですよ。うん、なのでレジから出てくる、レシートはお客さん側で、さらに、会計が終わった後のレシートが出てくるスピードは今よりも1秒早くしないとストレスになると思うんですよ、今のコンビニですね。めっちゃ神経質ですね。そうなんです、僕はマイナス思考が最強なんですよ。でもこれは全員が思ってない、少数派の思ってることなんですよ、うん、もしくは誰か潜在的にちょっと頭の中であって言われてみたらそうかもねって思うことだと思うんですよ。本当それ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 です、はい、だけど僕はこれが大事だと思って信じてるんですよね。よくそんな人がこう大胆に食パンのお店やりましたよね。いや確かに、だってそんな細かいこと気づいてたらそんな壮大なイメージまでたどり着かないじゃないですか。ああなるほど、プロフェッショナルがやる仕事ってそれもプロフェッショナルだと思うんですよ。だけど僕はもうあと2つぐらいここにプラスしたいんですよ、何か特別なもの、うん、そうしないと2番手っていうのがもし出てきた時に追いつかれるんですよね。なるほど、そうか、怖いんですよ、マイナス思考っすね。そうなんです、せっかく成功してるのによっしゃ行こう行こうじゃなくて、もう次来たらどうしようっていう不安の方が先に来るってことですか、はい、だから 1,2 個付加価値つけないと同じ土俵に立ったらやばいかもみたいな、そういうことです。成功者ですね、ある意味そういうところで言うと。なんか苦しいんですよいつも。あ、そう。でもその20代後半ぐらいにそれこそその田んぼでその自分で地当たりをされて、はい、でそこからのまだパン屋さん作るっていうところも言ってないですよね。そうです。
まあ、いわゆる田んぼって郊外じゃないですか、うん、地でいうと、うん、郊外で流行ってる業種業態ってなんだろうなと思った時に、郊外型イタリアンが成熟してるとこだったんですよね。ほう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 。でピザの勉強しようと思って、東京にあるお店に修行に行きました。お、そこからまた行ったんですか。でそこから得た知識で、ピザ屋さんを今のパンの虎の隣に出したんですね。はあ、それがあのビジネスのスタートになります。あ、じゃあピザ屋さんが最初なんですか。そうです。修行何年ぐらいかかったんですか。これはもう半年ぐらいでしたね。あ、半年か。はい、それはもう半年間で気持ちもスキルもお腹いっぱいっていう風に帰ってきたってことですか。そうです。協力してくれる人を見つけれたっていうのが大きかったですね。それは技術を教えてくれる人だったんですけど、うん、要は正解の本を渡してくれたみたいなことなので、うん、こうやると美味しい生地が作れるよみたいな、そこがスタートだったんですね。うん、でレストランをやってみて、思ったのがというか、売り上げは良かったんですよ。うん、満席にもなるんですよ。だけどあの夜の集客っていうのがいまいち良くなかったんですよ。うん、で夜を満席にしなきゃなと思って始めたのがフォカッチャっていうイタリアのパンだったんですよ。はいはいはい。そこがパンのヒントになったんですけど、うん、もう一つ見つけたのが、満席になってしまうと売上はもう追加オーダーでしか伸びないんですよ。あ、いわゆる上限があるってことですね。そういうことです。うん、なので、あ、やっぱテイクアウトじゃないとちょっと爆発はできないんだなって感じて、うんうん、なぜかそこでロールケーキをイタリアンレストランで売り出したんですよ。あの、全てが衝動的ですよね。アバウトなところ相当アバウトですよね。そうですね。こういう方向性なのかなっていうのはアバウトでまず当たりをつけていくんですよね。うん、でここは絶対に伸ばすべきポイントだっていうのはものすごい緻密に、もうあの部屋に閉じこもって考えるぐらいずっと考えます。あ、そうなんだ。ええ、でも経営の勉強ってどこでされたんですか。経営の勉強は大学の時にあのちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、なんかゼミがあったんですよね。そういうもう名前忘れるほどなんですね。そうです。うんうん、でそこで唯一今でもすっごい、これすごい表だなって思う経営戦略の表があるんですよ。うん、それは製品成長のマトリックスっていう表なんですよ。はい、お笑い芸人の、売れ方と、うん、製品とかサービスの売れ方っていうのは一緒なんですよ。オリジナルで解釈したんですけど、 100% 一緒なんですよ。うわ、それ別動画で欲しいぐらいですね。でこれ、はい、取材に来てくれたあの杉ちゃんお笑い芸人に、はいはいはい、あの休憩中に話したんですよ。うん、ちょっと思ってたんですけど、お笑い芸人さんの売れ方と似てませんかって言ったんですよ。はい、杉ちゃんめちゃくちゃ真剣に考えてくれて、うん、これ島田紳助さんも同じこと言ってるんですよって言って、でそのYouTube にアップされてるんですよ、それが。あ、なんかそれ見たことありますよ、僕も。なんか、はい、なんだっけな、なんかバットをずっと100回ぐらい振ってても筋トレにしかならないってやつですね。全く同じことなんですよ、それで。そう、経営の勉強っていうのは僕はその表だけです。え、その表だけを頼りに、え、もうとりあえず修行もしてきたから、はい、ピザ屋始めようってやって、まあ、お客さんがあるともう来るようになってっていう、はい、才覚っすね、そこは。夢をなんか諦めると周りの人を傷つけるって書いてあったんですよ。うんうん、俺今の俺じゃんと思ってすげえ、そこでそれを感化されたんですか、その瞬間に。ビジネスパートナーでデザイナーでねって言われたんですよ。うん、こいつじゃんと思って、僕が話したやつは本来会いたかったのはこいつだと。おー